Yo, マイクチェックはなし、乗るなら乗りな。 Yo, リップのファンから柱の番だ。 Yo, ご存知メイドイン、夜の盗賊団からフェードイン。ガンガン飛ばしてくいい音、人がいい。はい、どうもグッとくる YouTuber の橋田剛です。っていうことで、今回なんですけども、今回もまたちょっとスタジオを変えて、あの疲労の、セレブリティっていう、あのカラオケボックスに来ております。ね、皆さんもよかったら来て、いただければなと。一人カラオケすごい楽しいんですよ。はい、もう喉のね、あの訓練にもなるし、友達がいないっていう方はね、もうあのカラオケが友達ですから。はい、キャプテン翼のボールが友達じゃないですけども、本当にもうそんな感じなのよ私は。ということで、今回は音楽について、音楽業界についてちょっと喋りたいと思います。いろんなね、あの芸能界とかいろんな話題あるんですけど、テレビニュース、不倫だなんだ、離婚だなんだ、あの芸能界復帰だ、 YouTuber になりましたとかあるんですけども、そうじゃない、これだ、じゃん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 、俺様がエンドロールすいません、カラオケまで歌ってないんであれなんですけど、そう、これを言いたい私は。あと、ね、リップスライム、リップスライムがちょっと活動してないってことで、どうしたとね。あいつらって言ったらおかしいですけど、僕はすごい好きなんですよ、昔から。白日の頃から聴いてるし、はい、あのインディーズのね、5の時から聴いてるし、でその後東京クラシックが出て、楽園ベイベーでヒットして、ホッターザンジュライとか、まあ、また会う日までとか、まあ、皆さんね、ジョイントとかさ、いろんな曲あるじゃないですか。ブルービーバップとか、あと何、ディスコミュニケーションとか、ザ・エンターテイメントとか、ファンカスティックとか、まあ、名曲すっごいいっぱいあるし、まあ、フェスも引っ張りだこだったし、まあ、自主でワーナーの方でね、アンボードだっけ、まあ、キャリーちゃんとかいろんな連中、あいみょんとかいろんな連中とかとこう立ち上げた矢先に活動停止、まあ、いろんなことあったと思うんですけど、関係ないんだよ。アメリカもそのもん関係ないし、海外の連中はもう何でも関係ないよ。これで捕まっても何で捕まっても出てくるし、まあ犯罪はいけないけど、それでも出てきて復活してグラミー取ってくるし、ね、ブルノ・マーズだって1日前にコカインでパクられたって、わかんない、これもうちょっとね、誤誤りった情報かもしれないですけど、まあ、パクられた人だってこう捕まっちゃったって人でもこう復活してね、あのグラミー取ったりとかしてるし、まあ、もちろん不倫だ離婚だとかそんなものに関しても海外の連中は復活してるし、まあ、日本が厳しいっていうのもあるけど、まあ、音楽っていうのは過去のね、資産でもあるし、すごい宝だと思うので、その時のあれに関しては関係ないと思うんですよ。まあ、事務所問題とかいろんなことあったりするかもしれないけど、だったら自主でやるかでも何でもいいし、まあ、その今入ってるレーベル、まあ、ワーナーなのかな、あそこのリップスライムの人たちは、まあ、こんな偉そうなこと言うけどいいんだよ。一リスナーは曲、この曲良かった悪かったって言っていいんだから、リスナーなんだから、その一人の僕としてこう言いたいんですよ。とにかくファンを待ってるよってこと、リップスライムにしろ他のグループにしろ。でも今回はリップに関して僕は言いたいだけで、あのこの動画を言ったんですけど、リップ復活してほしいですね、本当に。まあ本当、りょうじくんつけよう、スイッチをなんか上の人はね、りょうじくん、イルマリ、まあ、イルマリは違う、くんとかつけない、イルマリ、ペス、スー、フミヤ、まあね、こういるわけじゃない、5、5人でやってるわけじゃないかと、まあ、これはね、とにかくもう一度集まるべきなの。サーフィンやってる場合じゃないし、ちょっとした YouTube の番組で、ね、誰かゲスト招いてビール飲んで喋ってる場合じゃないぜと、ミシクうろちょろしてる場合じゃねえんだよ。わかんない、ミシクかどうかわかんない、芸能界の人はあそこら辺うろちょろしてるからなんかこう言うけど、なんか渋谷だ原宿だ、なんかこうそんなとこうろちょろして買い物だけしてるんじゃないぞと、本当に歌ってラップすんのがラッパーだろうとね。まあ、なんかリップのね、なんか僕も昔クラブとかよく行ってたんで、なんかそういう噂で言うと、まあ、今でこそフリースタイルとかこういうのあって、まあ、なんか勝ち込みに行くっていうのがあったりして、なんかこう メジャーとかリップだキックだとかこうクラブでやるってなると、インディーのなんかちょっとギャングスターとかストリートの連中とか、まあ、悪そうなちょっとこう、ね、ラッパーの人たちが、なんでリップ今日来てんのかみたいな感じ、キック今日来てんのかみたいな感じでクラブに行って、まあ、例えばそのリップが上で VIP 席とかでこう見に来てたら、下でこうライブやってる若手の連中とかが、なんか今日上にリップ来てるらしいぜみたいな感じで、ちょっとこうフリースタイルできねえのに、なんかメジャーでこうワー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 やってるベイベイとか言ってるんじゃねえぜみたいな感じで、こうラップして、下でラップしてフリースタイルみたいなかまして、わかんないです、内容はわかんないですけど、してて、でよくもしあれだったら、言いたいことあるんだったら上から降りてきてこっちでラップしろよみたいな感じで言ったら、ああじゃあ全然行きますよみたいな感じで、まあ、そのステージ上にバンって上がってきて、バッチバチのフリースタイルかましたっていうね、
わかんない、それ涼次君かあのテス君かわかんないですけど、かましてケチ出したみたいな、もう圧倒されたみたいなね、まあ、そんな感じでね、もうすごい、もう全然あの人たちキャリアあるし、あの昔から見てたんですけど、全然あのパワーあるんですよ。だからなので、あのなんかそんななんかポットでのねワンチャンあった人たちじゃないし、今後にも作品残してほしいって思っております私は。何言ってんだこいつと思うかもしれないけど、これが多分ファンの人たちをね、単純にステージに立ってもう一度ツアーなりライブなりしてね、復活してほしいな、あの曲聴きたいなと、今後新曲聴きたいなと思ってるんですよ。だってまだ40いくつですよね、あの方たちも。でまだ50、60とかって、こうこれから1年、2年ってずっと年が重なっていく上で、でずっともうやらないのみたいな、こう今まで培ってきたもの、はい何々があったからやんないのみたいな、そうじゃないんだって、そうじゃないんじゃないですか、バチンとかましてこいって話ですし、そっちの方がハッピーだし、じゃだと思うんですよね。はい。で僕ら慰めでカラオケで友達と、まあ、ちょっと前の名曲歌って、もう懐かしい、もう今やってないもんねみたいな感じで、まあ、ラクエベル歌ったりとか、東京クラシック歌ったりとか、そんな本当のクラシックになるんじゃねって、本当にもっとなんかこうオーバーグラウンドっていうか、メインストリームにいるのがリップスライムだし、その上でなんかこう欲しいよってことです。はい、これはもう本当なんかこうなんかディスとかそういうんじゃないですよ、本当に期待してる、あの訴えかけてる感じのファン代表として、間違ったあれかもしれないけど言ってんの、うん、マネージャーの人とかプロダクションなのかな、わかんない、なんだな、事務所の方とか、もし万が一これを見ることがあったら、やるかと、かますかと、ちょっと集合だと、青山集合だと、どこかワーナーって多分青山かなんかに事務所あるんですよ。僕は昔なんかこう音楽やってて、なんかレコード会社にこう直接、デモテープとかって、まあ今でこそこうデータで MP3 とかで送ったりとか、まあ人とかで CDR だけど、僕らはテープで、デモテープっていう、まあ、聞いたことあると思うんですけど、それをもう直接ラジカセに持ってって、あのどうせ聞いてくんねえゴミになるんだろうと思ったから、直接あの持ってってレコード会社回ってたんですよ。あの受付でもう門前払いですけど、もうこれ聞いてくれということで、もう今すぐ聞いてくれってラジカセ持ってったりとかして、まあダメだったんですけどね、はい、まあ、そんな感じでやってたんで、なんかそういうなんか場所は分かってるんですよ。なので、まあ、確かワーナーミュージック、リップスライムが所属してるレールで、はい、それはワーナーはね、青山かなんかにあった気がするんですけど、青山にみんな集合です、一回集合で、それでもう一度やるぞと、リアルライブやるぞと、なんかあったんです、そういうフェスも、なんかこうみんな集めてやろうぜみたいな感じで、いやぶちかますとこですよ今、時代だから、それがでもあるし、くすぶってると思うんで本人たちも、なんか毎日お茶してるだけじゃね全然ダメだし、まあ、なんか関わっていろんな仕事とかビジネスしてるかもしれないんですけど、音楽だろ、ヒップホップだろ、海外の連中とかこう見てて多分なんかうわーってうずいてると思うし、もうやっぱりもうそればっかりすいませんね。なんでもう今回もこうやってペラペラペラただ喋ってる、何も面白みのない陰も踏まない動画になりましたけども、間違いなく復活を願っております。リップスライムに関しては RS5、はい、僕はアナログでも全部もうカットされてると思ってますし、はい、今でも大切に持ってます。それを聞き潰すんじゃなくて、ニューのブランニューシットを聞かせておくれよってことで、また会う日までですよね。また会う日までがいつになるのかと、いい加減待ったぞと、エヴァンゲリオンの映画じゃねえんだから6年7年待たせんなと、はい、まずはだったら1人単年だったら、2人単年だったら、3人でも4人でもいいから、フリースタイルかもして、その間僕が埋めるよ、その誰々がいない、ペスがいない、スーさんがいない、リールがいないんだったら、その間僕がなんか 今だけ埋めますよ。ライズもそうやってやってたし、ケンケンが埋めてたし、なんかそういう感じで、ドラマアッシュもなんかベースいなくなったケンケン埋めてたりとか、こう、まあ、そうドラマアッシュですねとかやってたし、山嵐もそういう風にやってたし、まあ、いろんなメジャーの連中も海外の連中もそうやってやってるし、それがなんかこういいと思う。だラップ的に間埋めれねえんだったら、埋められないんだったら僕が行きますよ。めちゃくちゃ練習する、今カラオケボックスだということで、はい、なんか長ったらしいあのリップスライムについてのトークになっちゃったんですけど、マジで期待しております。はい、ということで、全員この動画にバッドボタンを押すなり、いいねボタンを押すなり、 Facebook 登録するなり、全力プロフィール、あとスタービーチやってるんで、アカウント名は、これだ、どうしようかな、私のアカウント名はスマイリーです。私のアカウント名はスマイリーです。スマイルしていこうぜってことで、かましていこうよ、おい。
まっすぐ行こうぜということで、この動画は終了いたします。アディオス、橋田剛でした。はい、失礼します。